ダニー・アイエロは、アメリカ合衆国の俳優。1970年代から、数多くの作品に出演し、ゴッド・ファーザー・パート2のトニー・ロサト役、ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカのヴィンセント役、レオンのトニー役、マリオ・プーゾのミニシリーズ、ザ・ラスト、ドンのドン・ドメ・ニコ役など、自身の出自を生かした、マフィア、ギャング映画の脇役としての仕事も多い。 1989年のスパイクリー監督映画、ドゥ、right ・ザ・ライト・シングの猿役でアカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。ニューヨーク市マンハッタンでイタリア移民の両親のもとに生まれる。父ダニエル・ジュニアは肉体労働、ナポリ出身の母フランセスは張り子として働いていた。ダニエル・ジュニアの下にも兄弟がおり、家族は両親と6人兄弟の大家族であった。 しかしダニエル・ジュニアがまだ幼少の頃、病気で妻が失明したにもかかわらず、父は家族を捨てた。幼いダニエル・ジュニアは生活のため、新聞配達やグランドセントラル駅での靴磨きなどの仕事をこなした。7歳の時にサウス・ブロンクスに転居し、ジェームズ・モンドー・ハイスクールに入学する。16歳の時、年齢を偽って陸軍に入隊。3年で除隊された後は、ニューヨークへ戻り、 グレーハウンドバス社労働組合の代表を約10年務めた。30代半ばの頃にはナイトクラブの用心棒として働いていたが、ある夜、レギュラーの司会者が店に現れなかったため、急遽代役で司会や歌を披露した。それを見ていた仲間が演技で勝負をしていくよう強く進めたことが業界入りのきっかけである。1970年代初頭から、 映画の世界で活動を開始する。ロバート・デ・ニーロ主演の野球映画、バング・ザ・ドラムの俳役でデビュー。以降、デボン・デソヤなキャラクターからユーモラスな役、親切な小市民まで幅広い役柄を演じる、脇役として活躍する。1974年のゴッドファーザーパート2では、トニー・ロサトを演じた。マイケル・コルレオーネにホンを起こした、フランク・ペンタン・ジェリオ。 背後から襲撃して殺害しようとするシーンで、ロサトが言った有名なセリフ、マイケル・コルレ,レオーネ・セズ・ハローは、アイエロのアドリブである。1980年のジャン・マイケル・ヴィンセント主演、マテン・ド・ー・ブルースでは暴漢に抵抗するマンハッタンの住民の一人を演じ、1981年のポール・ニューマン主演、アパッチ・トリデ、ブロンクスでは人種差別主義の巡査を演じて高い評価を受けた。 1984年、Once Upon a Time In はアメリカで再び、デニーロと共演。自身と同じ性の警察署長、ビンセント・アイエロを演じた。ブロードウェイのダニーローズ、カイロの紫のバラ、ラジオ・デイズといったウディアレン作品にも出演している。1987年のロマンチックコメディ、ガツの輝く夜にでは、 シェール・エンズル・ロレッタの婚約者ジョニーを演じ、ロバート・アルトマン監督のファッション映画、プレタ・ポルテでは女装にもトライした。1992年には、ジョン・エフ・ケネディ大統領暗殺事件の犯人、リー・ハーベイ・オズワルドを殺害したジャック・ルビーの電気映画、ジャック・ルビーで主人公のルビー役を演じ、1994年のレオンでは、ジャンルの演じるレオンに、 仕事の依頼を伝えるカフェの主人を演じた。映画以外でも活躍しており、1981年には、ABC の ABC アフタースクールスペシャルのエピソード、A Family of Strangers で、デイタイムエミー賞を受賞したほか、マドンナのパパドンとプリーチの PV にも出演している。歌も達者で、ハドソンホーク、ワンスアラウンドなどで披露しているほか、数枚のアルバムもリリースしている。 息子のダニー・アイエロ3世は、スタントマン、ディック・アイエロは、俳優となった。2019年12月12日、ニュージャージー州の医療施設にて、感染症のために亡くなった。86歳ボーありがとうございます。